よいしょ。はい、おはようございます。ラスカルでございます。とよろしくお願いします。はい、お願いしますということで、ちょっとですね、自分の生放送やった時にちょろっと言ったんですけど、今日はですね、妻と食う番外編ということで、妻と飲む、やっていこうかなと思っております。お願いします。お願いします。で、今日はちょっとね、お昼ということで、ぶらり昼飲み、そうぶらりと。まだ現在時刻がですね、10時ですね。そうだね。そう、今ちょっと川崎歩いてるんだけど、川崎といえば、まあ、昼飲みのね、まあ、聖地みたいな場所があるんですよ。もうめちゃくちゃ有名なんですけど、ね、老舗のね、老舗のね。今日は一応、ね、そちらで飲みに行こうかなと思っておりますが、全然ねアポは取ってないので、はい、はい、まあ、もしかしたらね、断られたらまた別の店をお探しして、川崎をね練り歩くかもしれませんが、まあひとまずね、今日はそちらのお店に向かおうと思っております。はい。だからね、今日ね行くお店が、まあ本当に老舗なんで、うん、まあ雰囲気のある居酒屋さんというか、まあ大衆酒場だよね。そうだね。うん、まあそんなお店に行こうかと思っておりますので、まあちょっといろいろ食べてね、うん、飲んで、うん、メニュー紹介がてら、ただ酔っ払ってくるとさ、うん、あ、そうね、もう取れないんよまあそれがね、ちょっと懸念点はあるけど、ちょっと気をつけつつ、そっち気をつけつつね、まあ行ってみますか。入れるといいね。いや、マジでね、入れるといいよ ね。てか、もうこの風景で分かる人はいるんじゃない？ああ、そうかも。うん。いや、もう電子掲示板見えてるよね。懐かしい、あれ昭和感すごいね。今日はこちらでございますね。本日はこちらの丸大ホールさんで飲んでいこうかなと思います。じゃあ、ひとまず行きますか。はい。よいしょ。全員2人なんですけど、じゃあとりあえず店内に入ったということで、はい、頼みますか。早速ね。生、生中で、私生中、生中、俺も生中でいいかな。とりあえず中にする。うん、最初瞬殺するから大体いいんじゃない最初は。でもベロベロになっちゃうからだってどうせね、おかわりする。そっか、大と中の差も見たげる。うん、じゃあそれで行きましょう。はい。ビールの中と大を一つずつと、ポテサラを一つと、とニラレバ炒め。何がいい？お刺身。お刺身？三点盛りで。あとネギヌタもお願いします。はい。ありがとうございます。あ、大で。あ、ちょうど、はい。はい、すいません。入ります。でかない、はい、これ台で中で800円と600円だから、ね、800円と600円だいぶお得だよ。これは台だな。台だよ。じゃあ、お疲れ様です。あ、うまい。ありがとうございま す。ポテサラとヌタかな。え、ちょっとさ、これで300円でしょ、うん、で350円でしょあの、森やばいね。二山パンパンでつまんで食べますか。はい、いただきます。いただきます。どうぞ。じゃあポテサラを。お先どうぞどうぞ。ちょっと俺も半分持てちゃっていいじゃん。あ、いいよ、もちろん。うん、いろいろ食べたいから私。そうね。うん、うまい。これ色の知ってるって味もしあー、うん、つまみ合う、うん、うまい。午前中のビールうまい。うまい。で、ちなみにね、ここが喫煙席と一応禁煙席があるんだよね。あ、そうなんだ。そうそうそう、奥が禁煙かな。で、もちろんですね、あの入り口付近ということで、ここは喫煙なので、まあ、飲み動画ですから吸いましょう。もうちょっとその辺は、うん、今日は許していただいてね。
パーテーションは自由自在なので、パーテーションは自由自在なので、いや、これとこれよ。あー、うまい。でもさ、こうコロナになってさ、全然飲み歩いてないじゃん。あー、だコロナになってから来てないしね。来てないね、そう、お店がね、もう変わってるのもあるかもしれないけど、全然行ってないから多分3年ぐらい、そう、3年ちょっとかな。そうだね、3年、一番さ、こう飲食店が厳しい時期は来なかったわけじゃん、今改めて来たけど、それでも全部安いわ。価格を改定してないのか分かんないけど、つまみだったら300円からあるからね。ね、ありがとうございます。3点盛り切った。これさ、刺身ってさ、飲み会の時醤油ダクダク派かチョン漬け派かいるけどさ、うちは完全にチョンだけど、俺に関してはあのわさびダクダク派なんだよね。わさ、言うたらわさび溶かす派とさ、のせる派があるよね。俺はもう完全のせる派。そんなにのせる？のせるのせる、全然。でもこんなもんでしょ、調子乗ったな。多いと思う。多いよね、これ。あ、でも全然、あ、平気な、うん、ちょうどいい。私、ホタテから。あ、いいね、ホタテ、うん、うまい、うん、甘いちょっとこれ、ヌタもいっちゃっていい？うわ、すげえ、すげえ、タレがダクダクだ。おいしい。いただきます。うん、うまいよね、いや、うまいな、うん、うまっ。ご飯もの気になるのいっぱいあるけどな、食べたことないんだよね、ご飯もの。やっぱご飯もないね、うん、やっぱ飲みで来るから炭水化物頼まないもんね。うわ、コロッケいいな。コロッケね、コロッケね、唐揚げよりもコロッケなんだよな。あ、わかるわかる、うん、ちょっと追加で頼んじゃうか。肉豆腐とさ、コロッケ頼んでいい？うん、いいよ。アジフライ、アジフライいる？アジフライ食べたいね。食べようか。じゃあ、チューハイ2つとアジフライとコロッケ、ピリ辛ウィンナーもお願いします。あ、肉豆腐やめた。一回、締めの方にしようかなと思って。ありがとうございます。 ありがとうございます。すいません。これ2杯目のチューハイがこれで380円だね。ああ、そう、チューハイ安いよね。安い、うん、あのちなみにですね、あのチューハイね、頼むのに不安ある方いると思うんだけど、うん、ここは完全に焼酎と炭酸割り、甘くないタイプね。最高。プレーンってやつがね、たまに、そう、ちょっと甘いのがあるんだよね。あ、あります。ちょっとね、新しいメニュー来たんで一旦これちょっと払って、これピリ辛ウィンナーですね。どう？見られます？美味しい。美味しい。ピリ辛ウィンナーはピリ辛、うん、ちょうどピリ辛、からしつけるとからしの辛さか、その唐辛子の辛さか分かんないぐらいのピリ辛、ちょい辛、うん、やればうまい、うん、ちょっと俺もごめんね、自我橋だけど、うわ、うまそう。これは来た時にすぐ食うべきだね、うん、炒め物はね、炒め物はね、スピード重視だから。うん、うん、あ、うまっ、うん、なんかニラレバで乗ってきた、ポテサラ、うん、分かる。さっき迷った、うん、ちょっと2発目なんで、これポテサラね、ソースで、うわ、
うまいんだよね、ポテサラソース。もう完全に飲み仕様だわ、これ。これ、やばい。うまそう。ちょっと一口これ食いなよ。食べたい。うん。うん。どう？うまい。うまい。うまい。これね。これだよね。ちょっと締まる感じね。そう、締まる感じね。これソースやばいわ。美味しいよね。中華盛りいいな。あれ何なんだろう、ザル中華ってこと、どんなのが来るの。450円の中華盛り、ちょっと気になんない。あでもラーメンも450円だね。えラーメンも450円だ。ラーメン450円だ。すいません。ついに揚げ物が来ましたよ。どうせアジフライ半分でコロッケ半分でしょ。できれば。あじゃあ俺が一個半食べますわ。すいません。いいねコロッケ。いいね、そのね。最高よ。これほらね。あ、結構野菜入ってるね。本当だね。うん。一回そのまま行くか。暑い。湯気すごいじゃん。うまっ。あ、これよ。うわ、おぉ、うん、うん、あ、でもお野菜入ってる。お野菜はしっかりやって甘いわ、うん、このままいける。ソースなくても全然いける、うん、でもつまみにするんだればソース。そうかもね。ソースかけようよ、うん、あ、じゃあかけるね。ソースかけ、ほんとちょっとだけかけてくださいよ。うん、熱い熱い。うん、うまー。すいません、チューハイ2つで。いや悩んでんのよ、アジフライ。ソースにするか、醤油にするか。ああ、わかるわかる、うん、半身できない。塩っていう選択肢もあったりするじゃん。まあ、でもここは塩か醤油か。いや、醤油かソースでしょう。ちょ、最初、半分醤油で。うん、うん、うまい。ちゃんとふっくら。ちゃんとふっくら、うん、うん、後で追加大丈夫ですか。はい、磯辺揚げと唐揚げをお願いします。ちょっとおかわり来たんでコロッケを、うん、このさ、酸っぱいソースがいいよね。 あダメだ、もうあの妻と食うもそうだけどさ、2人で撮ってるとその動画モードになれないんだよね。もう普段どう？普段だ、声を全然張んないから編集が怖い。確かに大丈夫かなと思って。でまあだいぶ揚げ物頼んだからこの辺りで、その後はもう締め頼まないとパンパンになるわ、うん、お店もね混んでるしね。そうね、やっぱ回転重視だから、うん、まあ、回転重視といっても別にうちのテーブルもずっと頼み続けてるから回転してるようなもんなんだけど、ずっとちょっとフライ一回そのままで食うか。あ、そうだね、うん、もったいないし。めっちゃうまい。450円で、うん、これ2枚とキャベツとポテサラもついたら一人で来たら完結するよね、結構。だこの一皿とチューハイ2杯とかで、うん、まあ1000円で収まらないけど、うん、1300円ぐらいで買えれるから、うん、オッケーよ、うん、今10時過ぎだからあれだけど、
12時とか過ぎたらもちろん一人のお客さんとかも多いけど、うん、飲みだけの人もいるし定食食べてお昼帰る人もいるし、うん、そうだね、居酒屋だから居酒屋の使い方とか、うん、定食屋だから定食屋の使い方じゃなくてどっちも使えるっていうのが最高。駅前だからね、お勤めの人とかもいるしね。そうね、うん、パッと食べてパッと帰れるし、ね、でもここに来て飲まずに仕事行くっていうのは辛い辛いでも今食べて思ったけどこのアジフライは醤油だと思う。ああ、醤油美味しいよ、うん、ソースよりも醤油な気がする。ちょっと、まあ、アジフライはお醤油かな。あ、かけすぎた、かけすぎた醤油やこれは醤油や、醤油や。ありがとうございます。うわ、うまそう。ずっとね、どうしても食いたかった一品が来ました。うわ、うまい。え、これちくわめっちゃうまいね。ちょっと食べて。ふっくらがすごい、ふっくらしてんの。おいしい。おいしいよね、うん、生姜も。あの加熱してるからかさ、ちくわが溶けるというか、うん、わかる、うん、ふわからの溶けるの。そう、うんうんうん。え、生姜と醤油これ。でも生姜がちゃんとすりおろしだから香りがすごい。ふわふわだからすぐなくなる。この動画を見て今磯辺揚げ頼まない人いないと思う、うん、磯辺揚げは絶対頼んでほしい。絶対頼んでほしい。俺1位だ人生ナンバーワン磯辺揚げぐらい、うんうん、まあ、あの今日の動画はね、いつもに比べて画角が動かないですけど、うん、それでも楽しんでほしいわ。うまい。2個目の磯辺揚げもうまい。うまい。バラ詰めな、うん、あ、ありがとうございます。唐揚げ来たよ。いいね。そう、俺が求めたのこういう唐揚げ。本当にね、こういうところで求める俺の唐揚げ、その薄衣でで、大きくてとか、そんなのはいいの。もうギュッギュッってした唐揚げが食いたいのよ。わかるかな。もう俺の顔にピンときちゃうか。まさしくね、それまさしくそれ。友達のお家で出てきそうな、そうギュギュッていう唐揚げ。うん、うまっ、うまっ、うまっ、うまい、うん、こんだけ全部うまいと全品制覇したい。ここの全品はやばくないけど制覇したくなる、なるぐらい美味しい。なあ、だって100品以上あるからね全然で、ありがたいことに値段の割に盛りがいいから。そうなの。大変なことになるよね。1万円企画とかやったら、もう、あの、あー、やばいやばいやばい。マックどころの騒ぎじゃない、うん、お腹いっぱいでさ。唐揚げいただきます。うん、唐揚げ食べてよ。熱いね、まだ。熱いよ。うん、うん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 、うまい。なんだろう、あの、ちょっとさ、フライドチキンっぽい唐揚げ、うん、美味しい。どうしようかな、もうこれ4杯目 ?3 杯目 ?4 杯目でも、もうあと締めの炭水化物頼むだけだから。あ、そうね。スイカはいいかな、俺は。あ、おつまみはってこと。うん、うん、あ、じゃあ酒は。あ、酒はね、飲む。ね飲みます。ちょっとずつ飲みます。じゃあ、ちょっと注文しようか。最後にしよう、うん、最後にしよう。まあ、締めも食べたいんだよね。中華盛りとカレー食べるから一緒に食べよう、うん、じゃあすいません、中華盛りの大盛りとカレーライスでお願いします。で、あとチューハイも2つ。はい、お願いします。いや、あのさ、中華盛り1人前食べたいなって思っちゃったから欲張って大盛りした、ね、大盛りにした。一口食べると思うから。私、人生初中華盛りだよ。もしかしたら、うちはマミの締めに炭水化物食べないじゃん。あ、食べないね。中華盛りに出会ってしまったら、もしかしたら食べちゃうかもしれない。あ、始まーす。
あ、じゃあ最後の磯辺揚げ。すいません。じゃあとりあえずこれ最後磯辺揚げと、まあ唐揚げもね最後なんで、まあここら辺は食べさせていただきますよ。すいません。はい。いや、1位だな。1位、1位だね。分かる。磯辺揚げずっと1位、うん、でもやっぱ暑い地方で飲む暑いところのビールが東京に帰ってくると思いのほかそんなにちょっと違うっていうのと一緒で、今こういう料理はこういう内装雰囲気で食べるからうまいっていうのもあると思う。もしここに来れる方がいるんだったら頼んでいただいて、うん、この環境込みで味わってほしいね。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと皆さんに見せますね、あの今カレーライス。こちらがですね、カレーライスが500円。ちょっとね、あの画像だと茶色くなっちゃってるんだけど、実物はもう本当にあの小麦粉カレーよ、おばあちゃん家のカレーの黄色さ。これね、ちょっとこの俺カメラだと補正がかかっちゃってて分かりにくいんだけど、黄色です完全に。ちょっとカレーいっていい？あ、どうぞどうぞ。先行っちゃっていい？どうぞ、もちろん。ごめんね、ちょっとこれ絶対うまいじゃん。湯気すごい。湯気熱そうだけど、もはやこれは炭水化物と炭水化物、米と小麦粉、小麦粉、うん、最高にうまいわ。あ、食べる？ちょっと食べちゃってくださいよ、これ。熱そうだな。そう、熱いんだけど、うん、小麦粉がすごいよね。美味しい。美味しいよね。うちのさ、これはね、最後に食べてほしいカレーだね。そう、最後だね。どうなの？これ、カツカレーがあるのよ。で、これをさ、揚げ物と合わせたらさ、どんだけ爆発するのっていう、うん、この絵、この福神漬けとのこの絵を、これを、うわぁ、こうですよね。これこうですよ。なんかもう今お腹いっぱいだけど、見ててめっちゃうまそうと思ったこうなってくるとさ、中華盛りが気になってしょうがないんだよね。わぁ、ありがとうございます。ありがとうございます。これ思ってたよりも中華盛りだね。わさびだもんね、うん、俺のイメージさ、ほらラーメンがあるから、あのつけ麺の汁で来ると思ったら、分かった、うん、私もそう思った。ざるそばの麺が中華そばで来たね、うん、でわさびもネギも結構もりもりもしてくれてね、うん、ちょっとさ、まあ、麺固まっちゃうから、あ、ちょっと早めに食べるか、うん、薬味にネギ全部入れちゃう？入れちゃいましょう。わさび半分ぐらいにしようか。あ、そうだね、うん、ちょっと先行っちゃっていい？どうぞ。青のりいっぱい、嬉しい。わあ、新しい世界開いた。うまい。食べたい。ちょっとね、マジこれうますぎる。海苔がいっぱいなっちゃう。締めはこれ、これ。うん。うまいよね。美味しい。めちゃくちゃうまいよね。いや、あのダメージゼロなぐらいスルッと入る、うん、その普通ラーメンとかだと飲んだ後にダメージすごすぎるから頼まないのよ。これはいける。うん。なんか呼吸1ぐらいしかないよねこれだったらわさび全部入れてもいいかも。あ、入れてもいいかも、うん、ちょっと痛いぐらいでちょうどいい、鼻が。あ、あのすすったらいくかも。待って、うって、すすったら絶対ダメだよ。でも食べたい。これぐらいがちょうどいい、うん、締めには。ちょっとあのごほごされたらカットになるからむせないでね。頑張りますそれは絶対に吸っちゃダメ、うん、ちょうどよくない？うん、ちょうどいい、うん、でもうっかりすするとやばい。うっかりすすったらいく
ザル中華美味しい。締めあったら食えるなこれ、うん、結構最近っていうかここ数年でさ、あのお酒も提供するラーメン居酒屋さん増えたじゃん、うん、これ売ってほしい、ザル中華、うん、なんだろう、なんか単純に遺伝子にこうガガガってこう来る、そうそう、日本人が好きな味って言って、うん、言うても中華麺だからな、ストルンだけどね、うん、罪深い味がする。目が痛くなるぐらいのわさびがちょうどいいじゃあもうお会計しましょうか、そろそろ。8380円。1万円か、企画無理だわ。こんだけ食って1万いかないの。おかずもこんだけ頼んで8380円でございました。ちょっとねもう締めになっちゃいますけど、ぜひですね、あの川崎、あのこの丸大さん以外にもちょっと安い店ね、めちゃくちゃあるじゃない。でまあいいお店はいっぱいあるんで、楽しんであの川崎皆さん遊びに来てみてください。はい、はい、いいとこです、いいとこです。よし、じゃあ今日は中本行って帰ろう。帰ろう。頑張る。頑張る。頑張る。